どうもー、どうもどうも、百獣マダムです。お願いします。あの、小学校の同窓会って、今あったら行ってみたいなと思うんだよね。あ、同窓会ね、うん、でも久々会う友達って誰が誰やかわからんかったりしますよね。まあでもそういうのでは楽しかったりするじゃん。まあ、確かにね。久しぶり。お、久しぶり。俺だよ、俺。覚えてない？え、ごめん、誰だっけ。下校中、誰よりも花の蜜捨てた男です。花の蜜捨てた男や。あれ、衛生上良くなかったこと大人になって気づくんよな、あれ。8回ぐらい救急車で運ばれたな。アホやん。立ったのアホよ、それ。今俺さ、世界でたった一人の蜂蜜ソムリエになりました。何それ初めて聞いたんやけど。蜂蜜って200種類ぐらいあんねんな。アンミカみたいなこと言うとこ。同窓会楽しいな。久しぶりじゃん。お、久しぶり。うちのこと覚えてる？ごめん、誰だっけ。ドッジボールバリ強かった女よ。ドッジボールバリ強かった女や。男には絶対負けたくなかったからね。男子みんなお前のことゴリラって呼んでたよ。今角刈りにして板前やってる。たたたきなりに板前。負けんちすごっ。ミシュラン二つ星です。久しぶり。お久しぶり。え、俺のこと絶対覚えてるでしょ。え、ごめん、誰だっけ。あたしの帽子半分にしてウルトラマンって言ってた男です。正気なだけのおもんない男子。正気なだけ。俺一番人気者だったもんね。二軍のちょい下です。二軍の今、辻のぞみと結婚してます。杉浦太陽や。あんな表金やったん。表金やったね。二軍のちょい下です。ウルトラマンなれるもんやね。久しぶりだね。久しぶり。僕のこと覚えてるかな。ごめん、誰だっけ。唯一逆上がりができたデブです。逆上がりができたデブや。回らない豚はただの豚って言うじゃんか。初めて聞いた。今食パンだけ売ってるパン屋さんやってる。ただのデブに戻った。こだわりエグいんで、ね、ただのデブや。こだわりがエグいんで。久しぶり。お久しぶり。え、うちのこと覚えてない。え、ごめん、誰だっけ。年がら年中半袖短パン女です。半袖短パン女や。あれ、女やからあんまいじれんかった。今見て、こんな当たるよ。いじっとけばよかった。こんな明るいのならば。今、六本木のバーレスクで働いてます。前より服着てないよ、こいつ。六本木着てよ。久しぶり。久しぶり。僕のこと覚えてる？ごめん、誰だっけ。小学生なのにエロ本持ってたヒーロー。エロ本持ってたヒーローや。だいぶ離れた兄がいたんでね。男子みんな大人にしてくれました。今、Eテレで子供番組全般手掛けてます。マハンタ行った。グッズいる？昔エロすぎて。なんかグッズいる？久しぶり。久しぶり。俺のこと覚えてる？え、ごめん、誰だっけ。学年で一番モノマネされてた先生。あ、モノマネされてた先生や。こういう人ってなんかモノマネされるフレーズとかあるよな。頑張ってに。頑張ってに。これみんなバカにしてたやろうな。今お笑いの養成所通ってます。あ、第二の人生を歩もうとしている。孫とコンビ組んでます。だいたいおじいちゃんになって養成所入るやつ、あれどういう意味。いや、お笑い難しいよな。あ、久しぶり。久しぶり。俺のこと覚えてる？ごめん、誰だっけ。元天てれ戦士です。元天才テレビ軍出てたやつや。昼休みになったら毎回帰ってました。収録があったからね。こういうやつで本当の友達いません。今ね、恵比寿でバーやってる。もう需要ないよ、お前。元ファンが来てくれんのよ。元ファンがね。はじめまして。はじめまして。同窓会なのに初めましてが来た。ちょっとあの、旦那迎えに来たんですけど。旦那。太陽。辻のぞみや。辻夫妻が来た。帰るよ。同窓会に辻よのぞみ夫婦が来るのだぴょん。帰るだぴょん。来るのだぴょんですか。帰るだぴょん。何してんねんこれ。同窓会ってこんなもんや。こんなんじゃないね、もうや。どうした。